Standing on bridge. おはようございます。打刻を忘れないように。違います。私の先生は実は先生たちは天命のバルキリーなんです。私を知りません。私はただネットで彼女たちの授業を聞いただけです。スーサナとスタンと言ってサイトを見つけたんです。そのチャンネルではよく元バルキリーを招いて一般知識や科学などを動画にしているんです。一本の動画はそれほど長くないんですが、たくさんのことが学べるんです。どの動画も
何度も見直して見逃しがないようにしてました。私もそのチャンネルで店名を知りました。ただ両親が働いている普通の会社だと思ってたんです。先生たちによると、あの災害がまだ終わってない頃から店名は崩壊との戦いの最前線で活躍していたそうです。今私たちが平和に暮らしているのもバルキリーのたゆまぬ努力のおかげです。だから私はすごく天命のバルキリーを尊敬しているんです。大崩壊が終わった後、天命は再び世界各地の復興に取り組み、多くの物資と資金支援を行いました。私たちがセントフォンテーヌで発見した鎮痛剤は先生の授業の演習で見たことがあります。授業の後に詳しく調べたら、天命が外部に配布している援助物資の一つだと知ったんです。だからセントフォンテーヌで見た時にとても印象深くて。それとある先生はゲストとして彼女の友人の家に行ったこともあるんです。バルキリーの治療法を教えるために寝ている友人を包帯でぐるぐる巻きにして健康にいい荒野ジュースを飲ませていました。私も同じ方法で屋根にいた子猫を治療したことがあります。でもゴーヤジュースより牛乳の方が好きみたいでした。他にもいろいろな例がありますが、先生たちはいつも思いがけない方法で私たちを学ばせてくれます。だから私は彼女たちみたいな人になりたいんです。応援ありがとうございます。頑張ります。なんか用でもあるん？
すべて正常です。あ、でもそれってとてもすごいことですよね。もう何年も戦闘していないのに、ブローニャ隊長はそれでもすごい。フィジカルトレーニングはずっと行っています。予算の都合上、アラハタの女性キャラのモーションキャプチャーは全て私が行い完成させました。それにそんなに驚く必要はありません。ティミド、あなたの資料を見ました。あなたが初めて戦闘能力で注目されたのは全く戦闘経験がない状況で。あ、隊長、そのことはもういいですよ。実はここに来る前にリハビリをしていました。テレサ、天命の司教は私が戦場に戻る前に少々ウォーミングアップが必要だと考えました。飛行機でセントフォンテーヌに向かう道中、彼女が手配したリハビリを手伝ってくれる人に会いました。馴染み深い旧友とでも言いましょうか。久しぶりに会った彼女は以前よりも強くなっていました。まさか彼女が天命に現れるとは思っていませんでした。残念なことにセントフォンテーヌの怪現象には全く興味を持っていませんでしたが、しかし私が今いつでも戦場に戻れるのはとある理由があるからです。一つはベルトさんの教えです。彼は以前私にとても特別なことを教えてくれました。もう一つは重装ウサギです。それにはまた別の物語があります。あなたも名前を聞いたことがあるということはかなり有名なようですね。でもみんなが知っているように大崩壊が終わった後、社会は交通規則を重視するようになりました。先輩、今日の髪型すごく斬新ですね。特別に手入れされているんですか？全て正常です。あなたに相談したいことがあります。状況を楽観視することはできません。都市部の怪物の数がまた増えています。私たちの知らない場所で敵の計画はまだ進んでます。ですから、その通りです。外との通信が途絶えた今、本部とは連絡が取れません。無線通信でもメールでもフォースワンの見えないバリアを通り抜けることはできません。あの金髪の男、彼が現れてから何もかもが変わってしまったんです。あの声のことでしたら私も知ってます。ですが、
セントフォンテーヌで姿を見せたあの人は彼のはずがありません。説明のつかない謎が多すぎます。ですが何としても外と連絡を取り、私たちの情報を届けないと。現状に基づいた下手な策しか思いつきませんが、手伝ってくれませんか？よろしい。早速出発しましょう。歩きながら話します。チャージ完了。ブローニャ、戦場に到着しました。索敵に集中。収束モード。貫通。了解。素材習得。行動開始。バイクがあればいいんですが、やっぱり敵がたくさんいますね。偵察ユニットのために敵を減らしておきましょう。
成する。こちらの勝ちだ。全力で戦う。燃やし尽くせ。よくできました。それにしてもこの数、予想よりもずっと多かったです。引き続き前に進みましょう。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。そろそろ。集中してください。ここにもいますね。即戦即決です。このまま倒しても仕方がありません。騒ぎを起こすとかえって敵が集まってきます。もう少し進んで様子を見ましょう。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。やっぱり中心部に近づくほど敵の数が増えていきます。短時間で殲滅するのは不可能です。無意味な戦闘を避けるしかありません。先行訓練を受けたことはありますよね。戦場は職場と同じです。行動開始。索敵に集中してください。急ぎましょう。行動開始。急ぎましょう。行動開始。次の行動座標に向かいます。急ぎましょう。索敵に集中してください。着きました。ここです。偵察ユニットの設置はできています。念のため日が暮れた後に出発することになっています。あとは0019次第です。映像を外に出してくれることを祈りましょう。
送り出した支援は第二正体だけではありません。私が出発した時、第一正体もセントフォンテーヌに向かうよう命じられていました。彼女たちを信じましょう。私たちもそれまで頑張らないといけません。ですので隊員、体調が悪い時はいつでも報告してください。崩壊エネルギーの侵食の危機を脱したばかりですし、月の輪でもあなたを完全に治せませんから。そういう緊急事態はこれから何度もあるでしょう。ですがあなたの命は一つだけです。守る前に自分自身を守りなさい。それが聖フレイヤで受けた最初の授業のはずです。隊員、そろそろ戻りましょう。ここに長く居すぎると偵察ユニットの位置がバレてしまいます。それに仲間を心配させるわけにはいきません。そうですよね。正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。バイクがあればいいんですが。完成する。はあ、危なかった。危うく落ちるところでしたね。0019、隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。はあ、危なかった。危うく落ちるところでしたね。次の行動座標に向かいます。索敵に集中してください。知るところでしたね。バイクがあればいいんですが。次の行動座標に向かいます。承知した。了解。わかった。この道は前にも歩いたような。気のせいか。バイクがあればいいんですが。次の行動座標に向かいます。
にして承知した。わかった。了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。チャージグローニャ、戦場に到着しました。行動開始。索敵に集中してた。急ぎましょう。物資回収完了。チャージ完了。覚醒する。思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。Okay.
がいっぱい。出口は上にあります。どうやらこれらのロープを使って
乗り越えていくしかないようです。落っこちないように気をつけないと。行動開始。行動開始。行動開始。バイクがあればいいんですが。索敵に集中してください。行動開始。急ぎましょう。行動開始。次の行動座標に向かいます。チャージ完了。終わりにしましょう。行動開始。急ぎましょう。
回の新人チームは大勝利。急いで倒れて。大丈夫です。全武装展開、目標沈黙。行動開始。次の行動。行動開始。急ぎましょう。バイクがあればいいんですが。行動開始。バイクがあればいいんですが。
次の行動座標に向かいます。はい。ドローニャ、戦場に到着しました。急ぎます。危なかった。危うく落ちるところでしたね。バイクがあればいいんです。ここの地形、まるでティミドちゃんのために作られたものみたいだ。ええ、ではお願いしますね、ティミド。は、はい、ブローニャ隊長。ブローニャ隊長にお願いって言われちゃった。
成する。燃やし尽くせ。全武装展開、目標沈黙。ドローニャ、戦場に到着しました。バイブ、正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。行動開始、急ぎましょう。行動開始。バイクがあればいいんですが。
先輩はアラハトをプレイしたことは面白いですよ。行動開始。はい。私の指示に従ってください。急ぎましょう。行動開始。索敵に集中してください。
ブローニャ、戦場に到着しました。行動開始。バイクがあればいい。次の行動座標に向かいます。物資回収完了。行動開始。収束モード。急ぎましょう。行動開始。急ぎましょう。索敵に集中してください。行動開始。バイクがあればいい。行動開始。急ぎましょう。
動力には自信があります。バイクがあればいいんですが、急ぎましょう。目標沈黙。了解。いつから後ろにいたんですか？
この場所はおかしすぎるよ。まるでダンジョンのようです。僕と同じことを考えてたんだね、隊長。で、どうすれば出られるのかな。上のスペースにギミックがあるみたいです。上に登ってみましょう。開発より楽ですね。策的に集中してください。があればいいんです。はい、バランスを保った。はい、隊長。今行きます。正体の先輩はとてもはい、機動力には自信が。
行きます。隊長から任された任務ちゃんとクリアしなきゃ。うん、しないよね。全部総展開、目標沈黙。こちらの勝ちだ。
違う、違う、はい、今行きます。隊長から任された任務、ちゃんとクリアしなきゃ。機動力には自信があります。この道は…能力には自信があります。隊長から任された任務、承知した。ドローニャ、戦場に到着しました。急ぎましょう。物資回収完了。次の行動座標に向かって収束モード。行動開始。急ぎましょう。バイクがあればいいんですが。
ブローニャ、戦場に到着しました。索敵に集中してください。急ぎましょう。Yeah.
生する。全力で燃やし尽くせ。ゼロゼロの地球全部さ展開。目標沈黙。ふった。そろそろこの。ブローニャ、戦場に到着しました、はい、機動力には自信があります。Yeah.
する。新人チームを燃えて001級全武装展開、目標沈黙。いつでも駆けつけるよ。
つ。